こんばんは。これから戻るところなんですけれども、前回ですね、断食、コース断食をしていく中で、朝は背読の時間だということをお伝えしましたけれども、人間の体にはリズムっていうのがあるわけなんですけど、で大体これはどうもそのある研究によると、人間の体のリズムっていうのはその時間帯によって違ってくるっていうことなんですね。でどういう体のリズムがあるかっていうと、3分割できてですね、そして、これはもうご存知の方も多いと思うんですけれども、時間帯でいうと午後の8時からですね、午後の8時から朝の午前4時、この時間帯が吸収なんですね。午前4時、そうですね、もう一遍言いますと、午前4時から12時、8時間単位ですので、8時からですね、午前4時でしょ、で4時か、午前4時からお昼の12時までですね、そして12時から午後の8時、この時間帯に分割できる。そして午前4時から昼の12時まで、これがですね、背読の時間帯なんですね。つまり体は悪いものとか毒素を外に出そうという働きをする時間帯なんですよ。ですから朝起きた時にこう口がネバネバする、これは毒素が上がってきてるわけですよね。口の舌の上にとかね、口の中とか、それによって毒素を出そうということなんですよ。ですからそういう意味でも朝っていうのはあまりですね、ガツガツ食べるものではないんですね。そうすると胃腸がかなり負担かかります。体は排毒しようとしているのに、今度は胃腸でね、こう消化活動をしなきゃいけないっていうのは膨大なこうロスというかエネルギーを使ってしまうんですね。ですから朝は排毒の時間帯ですから、できるだけ排毒の方にエネルギーを注いであげる。でそのためには消化の負担かかるもの、それをあまり食べない方がいいということです。ですから、ジュース、朝のスムージーっていうのは非常にいいわけですよね。あるいは果物とかね、朝は果物、負担があまりかからないですから、それとか生野菜とかね、酵素のたっぷりの野菜を食べるとか、そういったあまり消化に負担のかからないものを取るっていうのをですね、意識して見ていただければと思います。そして昼の12時から夜の8時、これが消化の時間帯ですね。消化の時間帯、昼の12時から夜の8時は消化の時間帯ですから、この時間に消化活動をしてくれるわけですから、食べてやればいいですね。物を入れる、この時に物を入れる。ですから朝は控えめにしておいて、お昼の12時にご飯を食べて、そして夜の8時までにできたら食事を済ましてしまう。これが一番ベストな生活習慣、生活パターンですね。夜の8時までに食べてしまう。それ以降だと今度はまた、ね、違う働きになります。8時から午前4時、これがですね、同化の時間帯って言われています。同化の時間帯、ごめんなさい、同化っていうのは、体にですね、今度は吸収する時間帯ですね。消化したものを今度は体に同化させる、吸収させる時間帯、これが午後の8時から午前4時になります。ですから8時以降はもう食べるものをストップする、食べるのではなく、あとはゆっくり休んで同化させていくっていうことですね。そしてあとは休む、夜寝ることによってそういった活動、同化活動が行われているということになります。ですからこの今の、言ったリズム、排泄、消化、そして吸収ですね、排泄、消化、吸収、または同化、これのリズムに沿って生活していくと、体っていうのはね、非常にいい状態になっていきますので、できたらね、このパターンを知って、そして
生活習慣組み込んでみてはいかがでしょうか。以上です。ありがとうございます。